広松ゆは日本のフリーアナウンサー。大阪府東大阪市出身。オフィスキーワード所属。元石川テレビ放送アナウンサー。実家はお好み焼き店を経営。キャリアコンサルタントの資格を保有する。大阪東院中学校、高等学校から同志社大学へ進学。高校時代の同級生に浅村坂江がいる。自身も高校時代に チアリーディング部で活動していたため、公式野球部が浅村などを用して優勝した第90回全国高等学校野球選手権、記念大会などでは、阪神甲子園球場のアルプススタンドでドブを応援していたという。同志社大学への在学中には、3年生だった2011年に、大阪天満宮天満エビスの小福娘へ選出。また、生田教室で、 アナウンス技術の研鑽を積んでいた。大学卒業後の2013年4月1日付で有機契約のアナウンサーとして石川テレビに入社。後に当時営業部に勤務していた局員と結婚した。同期入社のアナウンサーに同じ大学出身の鈴木田ジュリアがいる。石川テレビとの契約期間を2018年3月31日付で満了したことから 地元の関西地方を拠点にフリーアナウンサーとしての活動を開始。同年4月2日からは情報スタジアム4時、キャッチの月木曜放送分でメインキャスターを務めている。2020年4月1日からは非木曜放送分を担当していたが、2021年3月19日の最終回を前に18日放送分で担当を終了。結婚後も、 旧姓の広松姓で活動してるが、2021年2月4日、放送の旦那の昼顔にて結婚後の原生が小山制であることが明らかになった。石川テレビアナウンサー時代フリーアナウンサーへの転向もありがとうございます。